今月もやってきましたマンスリーフィッシング浜名湖旬の釣り。相変わらず暑い日が続きますが、夏バテなどしていませんか？たまには潮風に吹かれながら釣りを楽しんでみてはいかがでしょう。それでは浜名湖旬の釣り第42回、早速今月もスタートです。この番組は NPO フレンティアの森とクライムの提供でお送りします。8月の浜名湖旬の釣り。ここしばらく番組内では雨が続いていましたが、この日は久々に真っ青な空と太陽の姿を拝むことができました。その分日差しが少しきついですが、そんな悩みも吹き飛ばしてくれる頼もしいあの方々を早速ご紹介しましょう。まずは石黒入野店店長内藤健二さん、そして石黒フィッシングアドバイザー宮崎智康さんと石黒高林店小島恵梨香さんです。今月この3人で挑戦するのはハゼ。基本的には8月後半から狙い目となるこの魚、今回はまだ少し時期が早いですが、果たしてどうなるのか。それではまずはじめに今回の仕掛けと餌についての説明を宮崎さんから。まだちょっと時期が早いといえば早いんですが、ハゼ、本来は8月後半から9月ぐらいにかけて、よく釣れる魚ですけどね、今年も、浜名湖の奥の方では7月の中旬ぐらいからちょこちょこ釣れ出して、まあ、台風、ね、4号5号とありましたけども、それでもですね、かなり調教はいい感じです。で、今回まだあまり情報は入っていない、鷲津方面にね、ちょっとハゼを狙いに行ってみたいと思います。で、仕掛けはこちら。いつもの通りこういった日本針の、ハゼの仕掛けです。で、これは天秤を使ってね、使うタイプのものです。ハゼのサイズに応じて針の号数は7号から8号、場合によっては9号ぐらいを使う場合もありますけど、まあ、今回は7号、ね、これを使います。その他にですね、こういった、これ実は去年も使ってるんですけども、重りが誘導するタイプの、当たりがよく出るハゼの仕掛け、これ去年使ってみてかなり調教が良かったものですから、今年も僕はこれを使ってみたいと思います。で、一般的には先ほど説明させてもらった天秤式の日本針の仕掛け、これが中心です。重りの号数を軽くします。理由はですね、流れが緩いところにいるから、重りの号数は1号から3号ぐらい、このぐらい用意してください。竿はいつも使っているタイプの竿で大丈夫です。餌はおなじみの赤い染めと青い染め、大きめのハゼには青い染めがおすすめです。それに加えて今回は疑似餌も使います。疑似餌です。生きてないやつ、これも使ってみます。イソメタイプガルプサンドワームって言います。はい、もう結構ね、実は使ってる人も多くって、そこそこ釣れてるみたいです。生きた餌がね、気持ち悪いよっていう方はこれがいいんじゃないかな。そして生きた餌にはこちら、ゴカイの友もお忘れなく。それでは早速出港です。今月も船を出してくれるのは岡田屋主人岡田照夫さんです。一行がまず初めに向かったのは鷲津方面。少しずつ場所を変え、あたりを探りたいと思います。それにしてもいいお天気に恵まれました。魚を釣り上げてこのまま爽やかな気分で帰りたいですね。早速目的地へ着いた一行、涼しい風が吹く中、いよいよ釣りの開始です。
やや濁り気味の水の中、何が釣れるのでしょうか。内藤さんの竿には疑似餌もついています。とそこへ気づいたら、宮崎さんの竿には2匹の魚が。まあ満体もチンタチンタ、これが来るないの、この子供。今度は小島さんの竿に当たりが。満体満体だよこれ。そして内藤さんもヘダイをゲット。こちらは疑似餌で釣り上げました。続いて少し奥へ進み、鈴木マリーナ周辺までやってきた一行。宮崎さんの竿に当たりが来ましたが、またしてもクロダイの子供。そして小島さんの竿にも。その後もハゼの姿はなかなか見えず、一行は少し遠くへ足を伸ばすことに。続いて向かったのは新川トビウオ大橋の真下で、ハゼのあたりをじっくりと待ちたいと思います。イオンシトロを目の前にして、橋脚の陰に隠れながら釣りをします。本命ハゼは現れてくれるのでしょうか。とそんな時、宮崎さんが釣り上げたのは本命ハゼ。しかも大きいです。何センチぐらいあるかって。これを筆頭に皆さんどんどん大物のハゼを釣り上げていきます。やったー、よかったね。でかいこれ。寂しいね。でかい、でかい、でかハゼ、やったー。釣れるハゼすべてが大物で、勢いも止まりません。ハゼのあたりは竿と竿先がブルンと大きく震えるのが特徴です。そうして釣り上げた宮崎さんのハゼは超大物です。すごい大きい、これ大きいハゼだ。その後もハゼラッシュはまだまだ続きます。数も釣れて型もいいので、嬉しさも2倍です。内藤さんはまたまた疑似餌でハゼをゲット。しかし快調に釣れ続けています。初めは全くその気配を見せなかったハゼでしたが、勢いは衰えません。どうやら岸の方に近づけて竿を投げると当たりが来やすいようです。入れ食いになってきました。はい、でかいハゼばかりです。はい、そして釣りを楽しんでいた岡田屋さんもハゼをゲット。十分にハゼ釣りを楽しんだ一行は丘へと戻ります。久々の快晴に加え、入れ食い状態となったハゼにも大満足の一日でした。なかなかの日差しでしたが、暑い中皆さんお疲れ様でした。そして本日の釣果はこちら。型のいいハゼが計15匹ほど釣れました。一番のサイズは約18センチ。本当に大物でした。さて、ここでお知らせ。浜名湖旬の釣りでは携帯での釣りコンテストを開催中。釣って、取って、ご覧のアドレスに送信するだけで OK です。皆さんのご応募お待ちしております。またホームページはご覧のアドレス。番組情報はこちらからどうぞ。釣り師の回想。さてここで今日一日の釣りを振り返ってみましょう。まずは仕掛けの説明から。今回ご紹介したのは天秤式の2本針の仕掛けと誘導タイプの仕掛け。基本的には天秤式の2本針を使うそうですが、この誘導タイプのものは重りが誘導式なので当たりが分かりやすいそうです。餌はおなじみの赤い染めと青い染めに加え、今回は疑似餌も使います。ニョロニョロと動いたりしないので、お子さんや女性の方にも安心です。
生きた餌を使う場合はゴカイの友をお忘れなく。いろいろと試行錯誤を繰り返した結果、最終的に一行がたどり着いたのは新川。トビウオ大橋の真下でハゼを狙いたいと思います。イオンシトロを目の前に橋の陰にてハゼの当たりを待ちます。最初に当たりが来たのは宮崎さん。本命ハゼの、しかも大物が釣れました。続いて内藤さんにも当たりが、そして小島さんの竿にも大きいハゼが。その後も一行は大物のハゼを次々と釣り上げ、後半には入れ食い状態となってきました。そして釣果はこちら。橋脚へ移動してからの短時間でもこれだけの量と型のいいハゼが釣れ、大満足の一日でした。それでは最後に今日一日の感想を皆さんに伺いましょう。はい、お疲れ様でした。今日はすごく暑かったんですけど、浜名湖の、いろんな魚が釣れて、今日はメインはハゼだったんですけど、すごい大きなハゼがね、あんだけ釣れたんで、仕掛けとか釣り方とかすごい簡単なんで、ぜひ浜名湖ハゼをおすすめします。今日は本当に大きいハゼがたくさん釣れました。これから多分これが放映される頃には岸からも十分ハゼの方もたくさん釣れると思いますので、9月の連休だとかも家族みんなでぜひ狙ってみてください。で、チンタやキビレの小さいのなどもほんといろんな魚がこれから釣れるシーズンになりますので、ぜひ挑戦してみてください。今日はですね、ハゼ狙いということでですね、まずは志津の方に走ったんですけども、どうやら浜名湖の西岸の方はあまりまだ状況良くないみたいですね。だいぶチンタ、それからマンタイの子供、に邪魔されました。ポイント移動を繰り返してですね、とうとう新川の方まで来ました。で、新川でですね、だいぶ当たりは遠いなと思ったんですけども、潮が動き出したら途端にですね、大きなハゼ、18センチぐらいのものが、結構ね、肩揃いで、釣れてくれましたんで安心しました。餌は貝染め、青い染め両方とも良かったんですけども、あれだけサイズが大きければ青い染めを、つけてあげてですね、あと8号9号という大型の針を使われた方が、かかりもよく釣果に結びつくんじゃないかなと思います。あと今回狙わなかったんですけども、サヨリもね、かなり魚影が見えました。ですんで今年はサヨリも楽しめるかな。秋の釣り物ハゼ、サヨリ、この巨頭、二大巨頭がですね、今年は好調に釣れてくれると思います。ぜひ、皆さん浜名湖に遊びに来てください。以上です。まだまだ楽しみが続く浜名湖、来月も期待できそうです。さて今回はここまで、また次回お会いしましょう。それではさようなら。あなた自身に、愛する人に、プライムコレクション。マンスリーフィッシング浜名湖旬の釣り。この番組は NPO フレンティアの森とプライムの提供でお送りしました。